は世界中に80種類以上生息するイルカやクジラの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海まで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいます。実はここ名古屋にも来たことがあるんですよ。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時水族館の近くを流れる鳥川を秋田神宮の近くまで泳いでいたんです。さて、こんな感じですが、海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。イルカやアシカ、アザラシも食べます。また可愛らしいラッコやペンギンも食べます。そして時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、アメシャエも襲ったりします。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうたちは、まさに海の王者にふさわしい生き物です。それではもう一度トレーニングの様子を見ていきましょう。右側のプールにある浅瀬にクジラが上陸しました。さあ、先ほどからシャチたちがトレーナーの合図をしっかり目で見ているんですが、皆さん、シャチの目がどこに向いているか見つけられましたか。シャチの目は白い丸い模様の少し前についています。白い部分にあるので少し分かりにくいんですが、あのつぶらな瞳でトレーナーの合図を見合わせていろいろな仕事を行っています。サンセラは降りる時も十分と降りていきました。続いてはシャチの腕を見ていきましょう。今度はリンが丸い胸びれを上げています。シャチの特徴は一つにあるあの丸い胸びれの中には私たちの印象で5本と指の骨が入っています。体と関節がつながっているので、今のように胸びれをゆったりと振るような動きができます。胸びれは方向転換したり、またはブレーキをかけるときに大役割をしています。さあ、続いては右側のプールで、左側のプールでアースが大きな尾びれを持ち上げています。とても大きな尾びれを持ちますが、一番小さなリンでも尾びれの幅は1メートル30センチもあります。そして左奥のプールにいるアースは半島の中で一番尾びれの幅が大きく、1メートル60センチもあるんですよ。あの大きな尾びれを上手に振ることによって豪快なジャンプをしたり、またはプールの中を速く泳ぐことができます。さあ、続いては右側のプールにいるステラがトレーナーの合図を見ると仰向けの姿勢になりました。そしてシャチのお腹の真ん中には黒い点があります。あの黒い点はシャチのおへそです。シャチたちは私たちと一緒で哺乳類ですのでおへそがあります。でもこのしてシャチのおへそを見るための人ではありません。ある健康管理にとても役に立っている人なんですが、皆さん何に役に立っている
泳げると言われています。この外観はなんと50キロもあるんですが、
Thank you.